土壌鍋は土壌を煮た鍋料理。土壌を開かず丸ごと調理した鍋。生きた土壌を酒に入れてすぐ蓋をする。最初は大変に暴れるが、やがておとなしくなったところで小さな薄い鉄鍋に並べる。甘辛い割り下を注ぎ、炭火で煮込む。ネギを大量に乗せ、山椒や七味唐辛子をかけて食べる。 丸鍋と呼ばれるもので東京知った町の名物。文化元年に浅草駒形で越後屋が創始したとされる。丸鍋とは違い、土壌を背開きにして、ごぼうと一緒に調理した鍋で、文青年間に江戸で誕生した料理とされるが、その起源については、南天満町のよろずや説と本所石原の石井説の二説がある。抜き鍋は、単に抜きあるいは先とも呼ばれる。 開いた土壌を割り下で煮込んだものを、ごぼうと共に卵とじにしたもの。土壌を、土ぜと表記するようになったのは、駒形土ぜの初代当主、越後屋女7の発案であるというのが定説である。土壌は土壌、主と書き、旧金遣いでは、土じあるいは、土地用が正しいが、四文字では、縁起が悪く、三枚ののれんに書けないという理由から、発音の近い、 土税ウの文字を使用したとされている。駒形土ゼウは今日は元年の創業で、土税ウの表記は文化3年から用いるようになった。老舗の名店がこの表記を採用したことから、幕末近くには江戸の街中でも定着し、他店も土税ウを看板として用いるようになった。なお、地面は土ゼウであっても発音はあくまでも土壌である。ありがとうございます。